もいつもお世話になっております。この動画は、2020年5月5日に行われた FF14 攻略動画クリエイター座談会の編集版のパート3となります。参加した4人がそれぞれ編集していますので、それぞれご視聴してみてください。今回の座談会の参加者を紹介します。まずは、この回の発起人、月のオニオンさん。あかねちゃんと予習するシリーズを配信されています。とっても可愛いあかねちゃんがわかりやすく解説してくれます。次に、赤犬さん。学者のための動画を配信されています。学者と言ったら、赤犬さんの動画と言っても過言ではないですね。とても理論的でわかりやすいです。最後にちびせさみさん。白ちゃん解説動画を配信されています。学者が赤犬さんなら、白と言ったら、ちびせさみさんの動画と言っても過言ではないですね。続きまして言っていい？はい。はい。これ公募質問。ツイッターでマシュマロを投げ合おうを使ってきた質問の中から結構たくさん投稿あってありがとうございます。その中から一番思い入れのある動画はどれですか？これ我こそはいる、これ確か順番俺決めてないはず。ああ、そじゃあ僕から話しましょうか。 お願いします、はい、僕の思い入れのある動画っていうのが先ほど紹介してもらった、うん、4層の1個前の3層があるんですけど、テロップだけ自分がその時何をしてるかっていうのをちょろちょろ、どういうスキル回しをしてるかみたいなってことか、はい、動画があったんですけど、それが実は大分さんの後ついてちょっとやったろうみたいな色気出して、うんうんうん、その時に意外と再生回数いってたんですけど、どのくらいいったの？ちなみに今でいくつなんだろう。でもその再生回数って実は正しい数字じゃなくてですね、YouTube に動画上げるっていうのもその頃が初の試みだったんですよ。自分の再生回数伸びてるなみたいな感じでちょろちょろ触ってたらですね、途中で間違って消しちゃったんですよ。そうなんだ。なるほど。消しちゃって数千回数いってたやつがパッて消えちゃって、あれ、なくなったって言って、また家に帰ってからまたその撮ってあったやつをアップし直して、はい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 、はい、そのアップし直したやつが今の再生回数なんですよね。ある程度の人は見てくれたにもかかわらず消してしまったっていう自分では忘れられない思い出がある。マイナスの思い出になっちゃってる。黒歴史の思い出ですね。僕の意味では思い入れのある動画ね。でもあれは忘れられないですね。あれ以降なんか YouTube の動画の削除をものすごい慎重にやるようになりました。いやでもさ、失敗から学ぶよね。それこそさ、ね、動画編集しててさ途中で消しちゃうみたいなとかさ、もうゼロからになるみたいなとかさ、ね、そもそもスタート時点で あのフル HD にしてなかったみたいなとかさ、 4時間やって気がついたらフリーズして止まってまたゼロみたいな。そうだからもうね、失敗から学ぶよね。そんな理由で一回間違って消してしまった動画というのがデルタの3層です、ね、しょっぱだから辛いわそれは。逆にいい意味での思い入れのある動画とかどなたか。じゃあ自分、うん、タイトルじゃあちょっとチャット欄に解説動画じゃないんですよ。なんでかっていうのが、この頃になって、確かいつだ、アルファ編終わった時だ、まあ、かなり本格的に動画やってて解説動画やって、なんかたまたま会った人に、なんかいわゆるよく芸能人とかで、あ、何々さんだみたいなのあるじゃないですか。あ、はい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 、初めてそういう感じに言われちゃったことある。はい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 、とかツイッターとかでなんか質問したいけどちょっと恐れ多くてみたいなこと言われたことあったんですよ。うん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 、うん、逆にちょっとそれショック受けちゃったよ私。なんでなんで。結構私どっちかといえば普通の人間やでっていう、普段やってる時の結構、あっけらかんとなんか適当に遊んでる雰囲気をちょっと出したかったんですよね。はい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 。その時に一緒に天道編からやってたフレーと2人でやった時のなんだかんだ面白いことできちゃったから、動画にしようっつって初めて解説動画以外にやったんですよね。自分もこういうなんかみんなと同じようにワイワイ楽しめるんだぞ、やってるんやでっていう感じを思い出したかったっていう、なるほどね。遊びたいっていうところはありますよね。そうそうそう。解説動画やってると結構ストイックな人なのかなって結構やっぱり思われがちで、私は特になんかキャラクターとかを解説に全然載せないから、あくまでクリア動画にテキストだけを貼っつけてるから結構、はい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 、パッと見のそのドライな感じがするから、でそれでそのなんかちょっと恐れ多くて聞けないとかなんか言われちゃうと、
まあそういう意味で結構もういい。まああとは単純に面白かったから。解説動画ってあくまでクリアした時の動画をノーカットでテロップ入れるじゃないですか、基本的に。ただなんか 2,3 時間遊んだ時の面白いところだけを切り張りでダイジェストって言うんですよ、ね、ダイジェスト動画、ね、あこういうのもちょっと面白そうだな、新しい発見って意味合いでも新鮮だわ、その発想はなかったわ俺。まあ、でもフレンドリーに遊びたいからいろいろ企画してみるっていうのは僕もわかるんで、うん、ね、あのニーヤに白24人で行きましょうみたいなのをやったりとか、うんうんうん、ね、すごいよねそのユーザーイベントだから。24人集めるってまずすごいよね、白だって白でもだけで24人でしょ、白だけで、あのメインタンクも白だし DPS も白だしっていうので、あの行くと本当に強攻撃一発で白死ぬんで死んでもあの全員に残り23人ヒーラーなんです。そうだよね、蘇生が鬼のような飛んでくる、鬼のように飛んでくるんですよなんか企画そうやりたいんですけど、ライブ配信で一人で喋るトーク力がそんなないから、そっちかとフレンドと遊んでる時の雑談の方がわりかし面白いことやってるったりするんですよ、うんうんうん、でそういうところだったらなんかこういうのだったら自分もいけるかなっていう意味でもちょっと発見だったから、うん、フレトンをワイワイやってる雰囲気を見せるだけでも面白いって言ってくれたから、僕もライブ配信やるとゲームやってる時、うん、黙っちゃう方たちなので、楽しく見てもらえるように喋りながらゲームやるっていうのが自分もなかなか技術が身につかないですね。難しいですよね。どっちかといえばめっちゃトーク力があるか、もしくはめちゃめちゃプレイ見せるスプレーができる人、うん、なんか喋りながら独り言言っちゃうタイプの人の方が向いてますよね、ライブ配信って、うん、そうなんですよね。それ僕っすね。まあ、ただあんま表に出せないんで俺の発言は。14ってどっちかといえば決まったタイムラインで動くから、なんかそのやること変わんないのもね。 FPS ゲームみたいにファインプレイとかっていうのがあんまない、うん、ないね、はい、偽プレイ難しいよね、配信って。むしろ ミスらないことが前提みたいなところだから、そういう難しさも結構14ってあって、でこういうイベント系はいいのかなとかも、まあ、結局あんまり続いてないんですけどいやイベント系できる求心力がある人はマジですごいと思う、本当に。そうですね、結構イベントやってる人はちらほらいますけど、いるよね本当に、ね、そうだから実際そういう白だけでとかじゃなくてゴージだけで行くみたいなナイトだけで行く、戦士だけで行くならあるなら白だけで行くが、白だけで行くが行けっかみたいなあってもいいじゃないか。クリアできたところがすごいよね。でもね、時間制限ないコンテンツではやっぱり白が死なないし全滅しない。まあそうだね、いくら死んでもいいみたいなところあるもんね。はい、時間制限あるの無理だったんで、あのタンクに白6でいく極ハーデスを割と早めの段階でやったんですけど、無理でした。あの一応リコーまでは超えたんですけど、あのその後の DPS に来るギミックがランダムになりすぎちゃって、みんなとっさに動けなくて。ああ、なるほどね、はい、確かにそういうのあるですね。それで終わっちゃったんで、あのその後別の方がどうもクリアされたみたいなんですけど。悔しいねそれ。ああ、僕クリアしたかったなっていうのは悔しいねじゃあ次はじゃあ僕が、僕は実際冒頭にも言ったと思うんですけど、ちょっと恥ずかしがり屋で、まあ周りの身近な人にも垂れ流しとかは配信はしてるよとは言ってたんですけど、ギミックの解説動画やってるっていうのは言ってなかったんですよ。である時、まあちょっと固定メンバーのフレが見たよって言って、映ってないって言ってバレてしまってまあそっからバレたしいいやと思って本気出して解説動画やったんですよ。まあ、それでまあ今回の共鳴編4層ももちろん私にとっては一番再生された動画ですので思い入れが強いんですけど、いやすごいよね、絶アレキの断絶から最終フェーズですかね、特徴もなく解説してた私の動画だったんですけど、そっからまあアニメーション低理解っていうキャッチフレーズ的なものの原点としてできたので、アニメーション入れて、だからそこが一番思い入れがある動画でしたね。やっぱ天気って大事だよね。あ、これだみたいな、これがウケるんだみたいなね、そうやっとできたかなっていう、ね、これが自分の色なんだみたいな、恥ずかしくて本当ヒロルさんとかにも言ってなかったですけど今日言っちゃいましたけど、もうそう吹っ切れたかなっていう。ああ、なるほどね、そう絶アルキの時は
抜け丸さんの動画お世話になりましたんで、ありがとうございます。そうなんだ。赤犬さんもあの配信の時にわざわざコメント残しに来てくれてありがとうございました。私結構コメントしちゃうから、ライブ配信。結構見るの好きなんですよね。いや嬉しいよね。この人知ってるみたいな人からコメントくるとね。出会ったのも私が月野さんのライブ配信コメントしたのが確かに。その赤犬さんの一歩がなかったら今ないと思うからね、本当に。動画制作者の人にはこうね、同じ畑の人にはさ、ツイッターフォローすること自体がさ、なんかもう本当に勇気いるよね。だから俺今回だから赤犬さんはもともとね、そのフォローあったけど、俺もそれ以外やっぱ動画制作者に対してのツイッターのフォローとかっていうのはやっぱしづらかったな。それは思いとどまるというか、気になるから見るけど、やっぱフォローっていうのはね。でもこんな感じで横でつながってなんか座談会開けたりとか、いや楽しいね、そういうのをやりたいですよね。楽しいですよ、うん、マジで。じゃあ最後俺一番思い入れのある動画どれですか。もうこれはもう完全に絶馬発すね、まあ、これ自信があって、今だいたいクリアしてるザレジェンドって、あの月のオニオンチルドレンって俺呼んでるんですけど、 99% 俺の動画見てくれてるんですよ。絶馬派で解説してる動画ってほとんど俺だけなんですよね。確かに絶解説してっていう声は多いんですけど、なかなか大変ですよね。そう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 。絶はギミック一つ一つが濃くて、それはヒロロムーンは 1% の方は俺より前にクリアしてる人たちはね、だから俺の動画を出してからだから絶馬派何年だっけ、ちょっと待って見るわ。18年12月25って出てる。だからまあ19年からか。絶馬派は本当に自信があるというか、自負があるというか、幸いタイミングがすげえ良かったんだろうし、本当に固定メンバーにも恵まれたし、攻略方法っていうのでもうちの攻略発案者がめちゃくちゃいろいろ調べて、これが最適解だっていうやつを選んでもらって、でそれを解説に載っけてとか、しかも一番再生回数が跳ね上がったのがやっぱ絶馬派だったし、チャンネル登録も絶馬派で一気に上がったし、やっぱ一番思い出のあるのはチャンネル登録者数、再生回数が伸びた動画っていうのが、だからもうそれなかったらこの共鳴編までこう攻略動画続かなかったかもなぁはある、うん、なんかもう心折れてたかもしれないなみたいな、まあ、やっぱ大変じゃんこの攻略動画作るのって。本当にもう多分ねみんな分かんないと思うし、分かってほしいと思わないし、こんなんもう俺らが好きでやってることだけど本当大変なんですよ。でもなんかある時を転機に本当にあのポンって自分が必要とされてるんだなって気がつく。そうそうそう、承認欲求じゃないけどさ、メンヘラじゃないけど、承認欲求じゃないけど、もうそう、そこ承認欲求満たすためにやってるわけじゃないんだけどやっててそういうふうに必要されてるって求められてるモチベーションとかさ、気づいた時にすごい嬉しいんですよね。ね、めっちゃ嬉しいよね。だからさ、そのみんなやってると思うけど、動画アップしてからもう YouTube 張り付くよね、うん、え、張り付かない？俺張り付いてんだよね。最近逆に見ないように してますね、あえて。あ、最近はね、ちょっとなんかもう気になりすぎちゃうから自分でセーブかけてんのね。1週間は見ないって決めて1週間だったらとかなみたいな、はいはいはい、はい、あんまり見すぎないように。いやでも最初から確かにめっちゃ見てました、ね、めっちゃ気になるんだよ本当に。仕事の休憩なんか、そう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 、仕事終わって帰るぞってパッて見て、いや確かに、ね、初期の頃なんかこまめに再生回数増えてるかなっていう、ね、もう一挙一動でこの1再生数プラス1俺やんみたいなとかさ、ね、で動画にコメントつくのめちゃくちゃ嬉しいよね。嬉しいです。俺だと100発100中でコメント返信するようにしちゃうくらい嬉しいもん。やっぱりあのツイッターあるの嬉しい、うん、ツイッターで見てますとか、ね、あのゲームの中で見てますって言われることも嬉しいんですけど、やっぱ動画一個一個にコメントつくと、それもその自分の作った動画がこの動画単体に対して良かったと思われてるのか悪かったと思われてるのか、いろいろ分かるんですよね。ただ高評価、ね、低評価だけじゃないところもある。なんならもう低評価つくだけで嬉しいもんあ、見てくれたみたいな嘘でしょ押してくれたみたいな、その一手間ありがとうみたいな、もう見てくれてる。なるほどね。もうなん、まあ、もうね、似てる話では逆にこういう情報を入れてほしいですっていうダイレクトな話を、あ、分かる。結構それもね、もらえると、うん、広い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 、確かに嬉しい、ね、そう、超拾いたくなる。そういう情報を求めてるんだ、ここ盲点だったわみたいなね。人間ね、数字っすよ、数字でね一喜一憂する。だからもう思いやれがあるのは絶馬派かな。まあなんせね、苦労もしたしね、絶馬派クリアは、うん、もうだからもう全てがそこに集約されてるかな。
動画投稿者から、犬丸のぞみさんから、いやこちらこそいつもありがとうございます。知ってる有名人この人。むしろ犬神さんこっちに加わりませんかっていうね。本当だよね。もはや参加してよレベルだよね。ありがとうございます。じゃあ次参加しましょう。声かけます。そうだから俺はやっぱ数字が上がった動画、気持ちよかったな。もうだからもう絶馬派は一生忘れない、うん、なんかもうもはやそこで燃え尽きた感まであるくらいありますという話でした。はい、次の質問ってなんだっけ。ああちょうどこれだ、うん、そう、なんかちょっと突っ込んじゃうと絶ってなかなかこれだって手出せないな。基本的に皆さん固定でやるじゃないですか。やっぱり今みたいなこれが一番主流っていうのも一応あるはあるんですけど、うん、これよりもこっちの方がいいよねみたいな感じでやると、解説動画一つ作るにしてもこれうちじゃ役に立たないみたいな感じで思われるのがすごい怖いんで、ベーシキだとある程度その野良でもクリアできるレベルだからこそ解説動画っていうのがある程度できるんですよね。絶だとあまりにちょっと特化しすぎちゃって固定に特化しちゃったりすることがあって、そうするとこれ解説していいんだろうかっていう、自分があれだけ濃密にギミックがもうその短時間に集中しているのを解説しきれる気がしないっていう、うん、密度も濃くてなかなか追いつかないっていうのがあるんですよね。よくやったなと思った。フェーズごとに一動画になるレベルで濃いもんね、やっぱ、うん、ランダム性も強いですもんね。強い、確かに確かに確かに。絶馬派特にランダム性強くてやりづらいですよね、解説。そうだからもう一つのギミックに対してもそういくつも用意してとかね。でもそう考えたら、でも本当に抜け丸さんの動画ってよくやってるなって思っちゃうんですよ、ね、よくやってるよマジ。ギミック一つ一つに対してさ、で普通さ、抜け丸さん以外わかると思うけどさ、初週で、まあ、攻略しましたとかで、まあ、解説出しました、うん、でも力尽きるよねその層に対しては。次プラスアルファ動画出そうって思わないじゃん、思えない。もう完全燃焼してるから。でも抜け丸さんはそこにプラスアルファ新しくできたあやとりだったりだとかに対して突っ込んでさらに動画出してるじゃん。そのモチベーションってどっから湧いてくんのとは本当に思う。あ、でも作ってて、まあ自分でもう理解しようと思う、うん、なんか作ると完全なんか理解あるわできた気持ちになるので、そうそう、自分のためにも、なるほどね、まあ、他の人のためにももちろんやってますけど、自分のためにももちろん、はい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 、あと僕の場合は自分のスキルアップのためにやってるから、なんていうんですかね、頑張れるというか。あ、でもそこはちょっとわかるな。抜け丸ファンガさん、抜け丸さんにファンガがいた。いちごいちご、ね、まあ、スパチャありがとうございます。抜け丸さんが会いに来ます。そう、抜け丸さんが家に行きます。はい、その1515円を使って抜け丸さんが家に行きます。なにこれ、スーパーチャーしたら行かなきゃいけない。怖っ。まあ、それでまあそう頑張れるというか、趣味レベルでしかできないですよね。そうだよね。だって逆にどう考えても時給換算マイナスだもん。解説動画を作っていて、なんか倦怠期とかそういうのってあんまりないんですか。やっぱり1個この今ですけど、霊式が終わるとなんかちょっとオフの気持ちに。分かる、オフだよね。特に動けるみたいな。やりたいことはいっぱいあるんですけど。分かる。なんていうんですか、オフになっちゃう。オフだね。もう分かるわ。あのプロ野球選手のオフシーズンだよね。スキルアップのために作りたいんだけど落ち着いちゃうっていう。そう分かる。ちょっと一歩が踏み出せないというか。いやー、やっぱそうなりますね。はい、次の公募質問。制作に苦労した動画ありますか。これですよ。いや、もう全部苦労してるよ正直。正直苦労してるけど、まあ、特にこれじゃあ俺から行こうかな。制作に苦労した動画はもう完全に全部の4層っていうのも、まず攻略に苦労してるから。で、まあ大前提として1秒でも1時間でも1日でも早くアップしたいっていう気持ちがあるからこそ、まず攻略段階からもう焦ってるし、制作してる段階でも焦ってるし、制作してる途中は本当にこれをの攻略法を世に出してもいいのかどうなのかも悩むし、まあ、これまああんま良くないけど、めちゃくちゃ調べる。いろんな人のロドストをどういう攻略方法やってんのかとかで、めっちゃ見て、もう一刻でも早くっていうのであるから、もう全ての4層だから 1,2,3 層って実際楽なん、その4層に比べると。だから4層はもう全てにおいてもう攻略の段階から全部苦労してる。4層だけは、しかも前半後半で絶対2つに分かれるし、これを1つの動画にすることはまあ無茶だし、
再生回数を分けたいっていうのもあるし、早く出したいっていうのもあるから、まあ、やっぱ前半後半に分けられるし、苦労したっていうのが俺かな。うん、なるほどね。情報量多いっすからね、4層。いや、もう多すぎなんだって、4層。だって開幕から大変だもん。開幕から確定で動きをね、作っておかないとだから。タイムライン上の密度が濃いっすよね。ミックが連続してくると、一時停止スロー再生を駆使してやるべきか、それをあんまり多用すると、トータル時間が長くなって、そうね。あるんですよ。あの総再生時間、ね、あのトータルのその録画1本、動画1本に対する何分以上になると、あの視聴回数が落ちるとか。なのでこの時間になるべく収めたいけど、密度が濃すぎて全部は説明しきれないみたいなのがあるんで、密度の濃いギミックの来るコンテンツってのはなかなかやりづらいですよね、制作者は。やりづらい、うん、なんならさ、初週クリアの動画ってさ、グダってるじゃん。だいたい自分死んでるし、そんな動画出していいものかみたいなさ。でもそこを逆に私、奇跡的に結構今までクリア動画で死んでないんですよね。生存能力に定評があるのかわかんないです、まあ、ギミックしっかりしてる人ってことだよね、うん、月野さんの、はい、その、うん、最初の頃誰かしら死んでるしっていうのが僕の苦労した動画の一つでもやっぱあるんですね。え、何？来た。僕苦労したのは、あの実は極意のセンスなんです。ほう、イノセンスか。はい、僕ごくいろいろあってですね、僕の動画って基本ノラでやるんですよ。本当に何回もノラしたのチャレンジして取りに行ったんですよ。何十回と取りに行ったんですけど、毎回必ず誰かしら死ぬんですよ。で、毎回あのヒールがアドリブになる。でもシロちゃんがヒールの解説だから、そっか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 、アドリブになっちゃって壊滅して必死で立て直してると、そこも解説にならないんですよ、ね、あ、そっか。で、それで何十回も言ったけど、もうダメだと、あの完全ノーミスのちょっと野良動画撮れない、みんなもぼちぼち動画出してくるし、もう待てないって言って、その中でも頑張ってこれだったらいけるかなって言って出したんだけど、まあ、やっぱりあんまり大した解説動画ができなくてっていうので、なるほど、ね、苦労したのがイノセンスだったですね。動画のシロちゃん解説動画っていう仕様上、ノーミスでクリアしなければならないはあるのか。そうです、ノーミスでクリアしてもらえると、比較的ここでこのスキル使えます、このコーデスのスキル使えますって言うんですけど、あの被弾アドリブがあると使う予定だったら前倒しで使っちゃうので、そう、ね、なかなかそうなってくるとさ、学者のためのも同じなんじゃないの。私もうごくやってないんですよ、解説。あ、なるほどね。そう、ちょっと理由は2つあるんですけど、うん、一つ目はある意味極ってもうミスするのが逆に前提としてもいいのかなと思うとこもあるし、みたいな。ノミスってなかなか難しいじゃないですか、本当に言うと。むずい。その辺どうなんか解説動画として、なんだろう、どこをポイントを置いていくかみたいな、あくまで完璧にいくところを見せるべきか、ミスった時の対応方法みたいなところ見せるべきかとか、そう、その辺どうなんだろうみたいな、なんかモヤモヤしつつ。極はミスが多いからこそ、完璧な動画出してもこんな完璧に毎回いかねえよみたいな感じで思われても嫌だし、っていうのと、もう一つ全然違う理由で、やっぱなんか動画に追われたくなくて、で、なんかその極は結構純粋に動画のとことを全て忘れてシンプルに楽しみたい、うんっていう気持ちもちょっと。あ、悟空はシンプルに楽しみたいか。あ、なるほどね。誰かが出してくれそうな感もありますよね。そうなんです、そうなんです。あ、なるほど、ね。結構それで休んでしまうことも悟空は。ああ。学者のためとっていうと、悟空ってそんなに学者って、うんうん、あんまりこれ言っちゃったらあれですけど、あ、スキルが余剰だもんね。必要性ってそんなない。ないね。うん、RF 行くと白白になることも結構多いですね。うん、なんか軽減がないと死ぬってあんまないじゃないですか。そうです、一発ミスっても死ななかった。そう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 、だから学者のためのっていう名目でやる必要あるのかなっていうちょっと疑問がやっぱりあって、まあ、上特化だとそういうのがありますね。そうなんですよね。なんなの、学一でもそういうのは逆にそうだもんね。抜け丸さんとか言ってしまえば春浦さんみたいな方に、うん、世のため、そう、見る人もある意味迷わなくていいのかなというところもちょっと思っちゃったりする。でもさ、これまあなんかやらしい話になるけどさ、極って一番再生回数稼げるよ。なんか逆にあんまりそこ気にしないです。いけてるから、まあいいかなみたいな感じです。なるほどね。あの極こそ早く出さなきゃいけないっていうのが、もう向いてないんですよね。極すぐクリアできちゃうから、かね、まあ。うん、
動画の旬が短いっていうか早いというか短いそう、まあ、極のクリア動画なんて実装本当に1時間もかからずに出るよね、まあ、出るね。極こそ当日に出さなきゃなんないもんね。本当に当日に解説クリア動画はクリアした時の回を録画してアップするだけなんで早いんですけど、うん、解説やろうと思ったら1時間でクリアして、じゃあそこからちょっと急ぎ目にコメントつけたりなんだかんだして 2,3 時間で編集して出してってやって、うん、それでもやっぱ6時間からそこらはかかるわけ、かかるよね。でなんかあと一番なんかあこれもうだやべよって思ったもう一つの理由は、結構よく一緒に遊ぶ人たちに、うんうんうん、その私にあれ解説動画とか出したりするから早くやっぱり早くクリアしたいとか言われちゃったんですよね。ごく実装される当日とかに。なるほど。ある意味振り回しちゃった。あ、周りにね。ちょっと嫌になっちゃって。ああ。そう。なんかやっぱりパッとは人やな。楽しみたいっていう気持ちはやっぱあるから。私は結構そう、絶とかも早くクリアすることはもう全然考えてなくて、解説動画作らない前提でやってるんで。ヒロロさんがバトル以外の解説とかはって。ギャザクラとか、それこそあのお金儲けとか、そう量子コンテンツとか、うん、あ金作でもそこまで手が回らないんですよね。みんな誰かやってる？やっぱ確かに手が回らない。みんなそうだと思うんですけど、仕事をやった上での、うん、あれだから。うん、でも僕がやったのは単純粋なコンテンツではなくて、シロ、うん、のスキル紹介あれなんですよね。その始めたばっかの人とかカジュアルな人ってスキルを完全に理解してないとか、うん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 、さらって読み飛ばしちゃったりとかして。ひょっとしたら今のジンにホット機能がついてるとか知らない人いると思うんですよ。分かる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 。そういうところの紹介をして、さらっとこういう時に使うスキルですよ、こういう時に使うスキルですよっていうのを紹介すると需要あるのかなって言って、まあ、前回作って、まさにこの質問で言う動画って私これである意味ちょっと現在進行形なんです、中なんですよ、ね、うん、これ、はい、ヒーラーのスキルステップアップ講座っていうのを自分で作って、うん、一つだけまたダーチしてて、で今二つ目は作ってるんですけど、うん、スキルの使い方とか深掘りってなると結構素材をあっちこっちから集めなきゃいけなかったりして、素材大変、集めたはわかるわ、いいけどこれやっぱ使えねえ、もう一回取り直しみたいな、うん、とか結構それが大変で、うん、ある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 、ステップアップは厳しそう、大変そうですよね。なんか構成とかもどうしちゃって、うん、そうなんですよね、うん、最初テキスト上で自己肯定的に一回書き起こして作り始めたはいいものの、なんかこれ論理的におかしくね、なんか気になる、うん、ちょっと作り直しだなっつって結局途中まで作ったのが、うん、もう素材の取りから全て取り直しとかなって、うん、いやでもね、それめっちゃ需要あると思うよ。需要めちゃくちゃある。3ヶ月ぐらいかかってもう悶々としてるみたいな、あ、まあ、あるあるある、ちょっと糸口が見えてきて今やだいぶ進んでるんですけど、はい、でもそうやってやってるうちにまた新しいパッチがキーの効果性能で追われていくっていうね。それこそ抜け丸さんが最初の方に言った、なんかやってないとすぐやり方は分かんなくなってきちゃうから、あ、継続的にやらなきゃダメかなね、こういうのこそ、だから一層の動画とかさ、あれこれどうやってやるんだっけみたいな、あれこれカットってあれスローってどうやるんだっけみたいなとこから始まるよね、うん、だよね。パッチ前にこう一層の動画ってさ、もうまず何やり方、その動画の作り方から覚え直すみたいな、その積み重ねみたいなところあるわ。他に制作に苦労した動画ありますか、で話したいことある人いる？まあ、うん、とかですかね。やっぱ一つ一つのギミックが濃いから説明が難しい、時間かかるよね。でもあれは苦労しただけの見返りがあるぐらいすごい役に立つ動画なんで、すごいありがたかったです。うん、僕らも絶やってる時に抜け目さんの動画を拾ってきて、このやり方どうみたいな共有したりとかして、ね、他にも出してくださる方もいるんですけど、こっちの人のやり方はどう、こっちの人の解説とか、うん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 、視点もあるんですよね。微妙に DPS 視点と平視点ってちょっと違うところがあって、確かにそうなんです。そこです、そこ。僕 DPS じゃないですか、うん、タンクが何してんのか、ヒラが何してんのか、うん、それが結構
分からなくて、今回のベーシック4層の後半の動画もですけど、タンクで一部ギミックが抜けちゃったんですけど、あるあるそういうのが抜けちゃう。一応あの固定面に何してんですかとか教えていただいたりするんですけど、うん、自分がやってないからちょっと理解不足、ねうん、だから消化の4週目5週目くらいにね気づくんだよ、ね、えこんなことしてたのみたいな。そう、逆に私とかちびせさみさんとかだとその辺がある程度許されるんでね、コンセプトあのあコンテンツそうね確かに、うん、そこら辺は他の人の見てねでこちらは流しちゃうので、はい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 、確かにそこは、はい、そうだ、総合的な解説は大変ですね。あ、まあ、ヒロロムーンの案が一番面白いよね。いやめっちゃ面白いと思う、めちゃくちゃ面白いと思う。これできたらね、これ大事だよね、やっぱね見たいっていう要望あるわ。去年あたりからその Twitch でそのパートナーの人たちが同時配信みたいなのあるじゃないですか。あれ超羨ましい、あれ面白いですよね。あれやりてーと思うけど、ね、パートナーになるまでのさ、そうめちゃめちゃ無理、あれ絶対無理。ヒロロムーンしかいないじゃん FF14 で。そう、もうあれってパートナー雲の上の人同士じゃないとできないんですか。そう、パートナー同士じゃないとできない。あーできないか、あれは14的には結構需要あるっすよね。ねえ、うん、ヒロロムーンの他にもいんの FF14 でやってる人誰かいたっけ。いや、やってるのはもうあシステムだね、ゼノージーさんとか、あそっかそっかそっか、ミスターハッピーさんとか、あの辺ですよね。あやってるって言ったら、ワンエースの方々ですら全員パートナーじゃないと思う。俺も多分そうだと思う、うん、同時配信したらめちゃめちゃライブ配信っていうコンテンツとしてすっげえ面白くなる気がするね。からやばい、松本人志が動くらしいよ、ヒロロムーンだっけ。ツイッチジャパンのパートナーディスコードがあるからリクエストしてみるからって、見た人は採用されない。まあ確かになんか炎上商法じゃないけど、なんかいろんなあるあるあれやこれやでやる人がいるのかな、うん、ある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 今さあのスライドで出してるけど、マジほんとこの抜け丸さんのこの動画マジでマジですごいと思うこれちなみにさ制作どのくらいかかった、はい、これはこの動画1本16分の動画を作るために。いや結構かかってますよ、寝ずに作って。一応初週に前半後半出した気がするんですけど、12時間以上はかかってますね。もだよねだよね、作業時間ですよね、はい、でもさ俺すごい、これを12時間でできる時点ですごいと思う。いやもっとかかってる、間隔24時間かかるんじゃないかと思ってる。例えばアニメーションの、うん、あのアフターエフェクトの部品とかは礼式始まる前にちょっとだけ準備しました。あなるほどね、そっか、あとは使いました、想定できる準備時間がね、部品とか準備して、はい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 、オフ期間に、まあ、自分ですごいわ。ほらみんな聞いた、月野さんはどんぐらいですか4層準備後半だったら。俺あの作るの遅いんで、めっちゃ遅いんで、まあ大体配信してたから制作してる風景も配信してたんですよ。だから12時間っすね俺ざっくり。12時間じゃ僕聞かなかったかも絶対そうだって、こんなん12時間で絶対できないからね。私も多分10時間はかかるだよね、4層はね基本10時間はかかるよ。だからもう普通に下手すら1日そう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 。やべえな、とりあえず初週に出さなきゃとか思ってたら聞いて結構そう。これね、それがだって抜け丸さんのクオリティやろうと思ったら、ね、多分3日じゃ終わらない気がする3日とかでかかる、分かるもう1週間かかるわこんなん。でもマジ大変だよ。固定の人に感謝なんですけど、固定の人が僕早くクリアさせていただけた、いや分かる、もう固定の人たちには固定の方のおかげです本当に。だから、まあ、動画が早く出せたっていうのもありますね。ね、で犬丸さんもそのくらいかかってるでしょ。みんなかかってるって、もうほんと85人の人やばいからね、動画作るって本当に私のツイッターを追うと大体わかるんですけど、礼式終わる、うん、2週間後ぐらい大体私体調崩してるいや崩すよ、だって寝てねえしずっと攻略で神経使ってるし、その上仕事もしてるしでしょ、もう死ぬよ普通に。壊すよ体調、壊すべくして壊してるもん。だからもう最終的に削る部分って仕事の時間を削るしかないからさ、いかに仕事をやる、だからもうそのためにだから貯金作っておいて、この日この期間あのなんかミスしても大丈夫なようにとか、こう遅刻したりとか寝坊したりとか、もうなんか休んでも大丈夫なように貯金を作っておいて、このパッチを迎えてみたいなことは意識するな。血と汗と涙の結晶だよね動画制作は。次の質問何なんだろう。
解説動画の制作で意識していること、こだわりがあるところはありますか？